こんにちはアマゾン演出サポータータ堀秀夫です今日はアマゾン物販の魅力というものについてお伝えします日本人なら稼ぐ力を身につける必要がある稼ぐ力を身につけないと大変な老後が待っています年金はもらえない預金はインフレで役に立たない会社にはリストラされるかもしれない不安な要素だらけ そんな日本、どうしてそういうことになってしまったのか。何しろ、ね、えー、所得は低いまま、物価も変わらずと、ね、いうことが言えます。これは高卒初任給の、ね、国家公務員高卒初任給の変化ですけど、昭和30年に5,900円でした。30年後の昭和60年には9万5,500円、30年で16倍になりました。しかし、 その後、平成27年、昭和でいうと90年、ね、30年後は、14万4600円と。なんと、ね、この30年から60年までの30年は16倍になったのに、その後、60年から90年の30年間では1.5倍にしか増えてないと。1.5倍にしか増えてないっていうか、1.5倍って、まあ、ほぼ変わってないって感じですよね。凄まじい成長の鈍化です。日本が貧しい国に転落したのもうなずけます。 今や日本の最低賃金は先進国最低です。ね。これちょっと古い資料なんですけど、現在韓国は全国で最低時給820円になっているそうです。オーストラリアが1位、日本が最下位という感じですねで。日本の場合ね、ご存知のようにサービス残業とかね、修行前には準備してなきゃいけないというのがありまして、 これら他の先進国ではそういう決まりないんでね、もう実質最低賃金はダントツで低いです。日本は、ね、低いですよね。オーストラリアに住んでると、日本の賃金って何なんだろうと思います。まあ、それもそのはず、えー、世界中、先進国というかね G7 だけを見ても、えー、日本の給料は、ねえー、下がってると。 16年間で下がってる恐ろしいですよね、まあ、G7 って基本的に、ねえー、もう成熟しちゃった国ですから、大して給料は上がってないんですけど、それでも下がったのは日本だけ、まあ、その間に、ね、オセアニア、オーストラリアやニュージーランド、アジア諸国、中国は賃金がガンガン上がってるわけです、もう相対的に、えー、日本だけ賃下げ、貧しくなってます。 まあそんなね、えー、不安な要素、お酒真っ暗ら、どうすればいいんだという日本なんですけど、輸出ビジネスを始めると、えー、ガラッと状況は変わります。何しろ、ね、30年前の賃金で、えー、働いた人たちが、30年前の物価で物を売ってるわけですから、まあ、普通にね、えー、成長した国に物を持っておけば高く売れます。まあ、日本はね、大変なことになるなら、海外で商売をするのが解決策です。 海外には景気の良い国がいくつもあります。しかし、海外に店舗を持つとなると、数千万円から億を超えるお金が必要です。今や、ね、Amazon を使えば、ね、お金を使うことなくいきなり日本から物を持ち出して売ることができると、ね、すごい仕組みになりました。Amazon を使えば、輸出ビジネスは簡単資金入らずです。で例えば、ベイブレード。 ね、オーストラリアに持っていくと、えー、3倍で売れるんですけど、この3倍で売れた時ね、今までの輸出ビジネスだと儲かりませんでした。まず、店舗を作ってね、あるいはね、販売代理店に頼んで、えー、販売しようとなった場合にはね、えー、膨大なお金やコネがいります。じゃあ、手軽にできる eBay。 ね、ebay で売った場合どうなるかということなんですけど、3倍で売るとね、差額が2448円あります。ただし、オーストラリアに送ると、まあ、一つだけで送るとね、えー、送料が、えー、2000円かかります。そして、ebay の販売手数料、それから出品料かかります。これらはものもの2500円かかりますんで、えー、せっかく2448円ね、えー、出たのに赤字になっちゃいます。これが ebay で販売した場合。 ところが、アマゾンには FBA というね、すごい便利な仕組みがあります。これはあの、買い物した商品をアマゾンに送っとけば、アマゾンがね、それを売れた時に集金してね、梱包して発送してくれるという、まあ大変ありがたい仕組みです。まあ、そこに送る際には、当然1個ずつじゃ送んないんでね、例えば30個なり50個なり100個なりっていう数字で送りますんで、例えば、 30個で送ったとしても、まあ、送料はね、ぐんと安くなって、1個220円で送れます。そうすると、手数料もろもろ入れても920円。差額が2448円取れる商品なら、2448円マイナス920円で、1520円の利益が出ます。ebay を使うと、コンポート発送は自分でやる必要がある。しかし、儲からない。大変なのに儲かりません。 アマゾンを使うと、梱包や発送はアマゾンがやってくれる。そして儲けやすい。楽して儲けることができるわけです。そんなアマゾン。もう今や世界最強のネットショップ。世界最強のネットショップというか、会社としても世界最強の会社になっちゃいました。株式の時価総額は今世界一です。そんなアマゾン。アメリカでは支配的存在です。消費者の49%が、 オンラインで商品を買うときに最初にアマゾン内で検索すると。ね、Google で検索とかね、えー、Yahoo で検索じゃなくて、いきなりアマゾンの中で、えー、検索します。そんなアマゾン。アメリカの書籍販売の45%。アメリカの電子書籍販売の83%。オーディオブックの売上げの99%を支配していると。とんでもないですよね。このアマゾンがオーストラリアに上陸してます。 で、そのアマゾンでやること。まあ、これがね、FBA っていう仕組みのすごさなんですけど、大変なことはアマゾンがやってくれます。まず、アマゾン使うんでネットショップ作りは不要です、ね。自分で作ったら何十万、下手すら何百万かかるネットショップは不要です。それから集客も不要です。ね、どうやれば集客できるのかわからない集客もこれも不要です。アマゾンに、えー、たくさん訪れる人たちに売ります。 で売り込みも不要です。ね、売り込みも Amazon がやってくれますで。入金確認不要。売れた後の入金確認も不要です。全部 Amazon がやってくれます。そして梱包も不要。梱包する必要はありません。全部 Amazon がやってくれますで。発送も不要と。自分で発送する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。それからクレーム処理も不要。ね、クレーム処理する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。 で、返品があった場合の、返品受付の対策。これも不要。返品受付をする必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。何しろ、物を売るってめんどくさいな、ということはね、全部アマゾンがやってくれます。あなたがやることは、買い物した商品をアマゾンに送るだけ。ね、本当買い物して送るだけという感じです。ま、そんな、ね、そんな楽な金儲けあっていいのかという感じなんですけど、ま、そんなアマゾン室質でいくら稼げるのか。 私のサポートを受けて、テンアカデミーでサポートを受けると、アマゾン室でいくら稼げるのか。まあ、初心者が物販をするなら、オーストラリアアマゾン室が一押しなわけ。あぶく銭を持ったオーストラリア人に安く買った商品を高くれば儲かると。まあ、シンプルで結果が出るのが早いのが、アマゾン室の特徴です。まあ、これは一足先に、アマゾン室、アメリカで始めている会員さんの売り上げの実績。30日間で34,454ドル。 これは年商にすると4600万です。2万2157ドル、年千2950万円。1万4167ドル、年千1890万円。1万539ドル、年商1400万円。6828ドル、年商900万円。このように、もう副業と言えないようなね、売り上げが上がります。 そんな Amazon 輸出は、早く始めた方が楽に稼げる仕組みです。稼ぎやすい時期に始めて、一度商品探しのコツを覚えて販売実績を積む。こうすると後から参入した出品者より、高く販売しても売れるアカウントになります。そういう仕組みになっています。わずか数十万円の投資と実績で、投資と実践でここまで育つビジネスは他にありません。何しろ、 アマゾンを使って商品を販売してる人、10万人以上の人が年間1200万円と、月間100万円以上売り上げている出品者はなんと、世界で10万人以上いると。これはとんでもない数字です。そのアマゾンを使って、ね、販売する場所はオーストラリア。今やオーストラリアはスイスを抜いて世界一豊かな国です。オーストラリアは何しろ日本とは正反対の成長国です。 先進国の中で一番人口が増えています。過去27年間不景気知らずです。そして始まったばかりのオーストラリア市場にはライバルがいません。弱い相手しかいない場所で戦うのが戦いに勝つ最も有効な方法と。初心者でもオーストラリア市場なら勝てます。そんなオーストラリア市場、まあどれぐらいの規模かというとね、1日売上25億ドル、 これ25億ドルっていくらよって感じなんですけど2000億円です。1日で2000億円。で、ホリデーシーズンの、えー、売り上げが1兆5000億円と。えー、も日本人が、ね、想像するよりはるかにオーストラリア市場というのは、えー、ボリュームがあります。ちなみに3年後のオーストラリアアマゾンの売り上げ予測を、えー、オーストラリアの経済研究所が予測してます。ね え、アマゾンは3年後にオーストラリアで第6位の小売業者になると。ま、その時の予想売上が7兆8000億円です。この7兆8000億円という売上は日本アマゾンの7倍です。約7倍になります。何しろ、ね、浪費家がたくさんいるオーストラリアアマゾン室は稼げます。しかもマイペースで一人で稼げます。日本に住んでいるなら、 アマゾン輸出で稼がないともったいないです。財布の紐がガチガチに硬い日本は販売場所としては最悪です。しかし仕入れ場所としては最高の場所です。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本で住んでいるあなたにとってオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンス到来です。ここをクリックしてオーストラリアアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。 こちらをクリックすると、オーストラリアで高く売れた商品、それから私のサポートの、え費用と、内容が、え載っております。今、動画を見ててね、こう、クリックしても何も起こらないじゃんという方はね、動画の説明欄にある URL をクリックしてください。オーストラリアマゾンで、副業以上の稼ぎを得ましょう。以上、堀秀夫でした。